ゾッとする話。坂上忍とミオンの過去のトラブルがとても怖い件。現在、バラエティや情報番組などで活躍中の坂上忍。その坂上忍が高嶋政伸との離婚問題で話題となったミオンとのトラブルが怖すぎると話題になっています。一見、よくあるトラブルのように思えた坂上忍とミオンのトラブルですが、実はその内容がとても怖いのです。坂上忍とミオンのプロフィール。ミオンとトラブル。坂上忍のプロフィール。1967年6月1日。日本の俳優、お笑いタレント、歌手。映画監督、演出家、司会者。コメンテーター。身長174cm。体重61kg。デビューのきっかけ、3歳で子役デビュー。坂上忍と何があった？ミオンのプロフィール。1979年6月29日。日本のファッションモデル、女優。毒舌の坂本忍と高嶋政伸との離婚問題での行動が話題となったミオン。この坂上忍とミオンとの間に起こった出来事とは？坂上忍がミオンの裏話をテレビで暴露。坂上忍とミオンのトラブルの発端は坂上忍のテレビ出演時のミオンへの発言でした。僕、奥さんのミオンさん知ってるんですよ。まあ変わった子で。坂上忍のミオンへの第一印象はとにかく良くなかったようです。本当にいろいろな欲を持ってらっしゃる方なんだろうなっていうのはすごくあるんで、僕はその僕の後輩に、俺もうあの子ちょっとご飯一緒いいわって言って、何でも正直にミオンの印象について人前で話してしまう坂上忍。しかし坂上忍が反論されて論破されるところを見たことがありません。ミオンに対しても自信があったのかも知れませんね。何百万人が俺の番組見てると思ってんだ。もう坂上忍はミオンに言いたい放題です。意外な展開が怖い。ミオンも坂上忍に反撃開始。テレビ番組でミオンに対して暴言を吐いた坂上忍。しかしその後の展開が、ミオンが坂上忍にターゲットを、この話を知ったミオンさんが動き出します。なんと舞台に出演している坂上さんの元に現れたのです。坂上忍の上を行くミオンの行動、ガチでヤバいです。坂上忍とミオン、この時どんな恐ろしい話がされたのか。ちなみに番組オンエアから2週間後の出来事。しかも舞台初日に突撃をかますあたり、度胸がいいというか、さすがミオンさんといったところ。その後の坂上忍とミオンの詳細は不明ですが、この出来事を境に坂上忍とミオンとの間に大きな変化が起こるのです。あれ、様子が変だと。嫌いだったはずのミオンを坂上忍が、坂上忍脚本演出の舞台リバースではミオンを主要キャストとして起用。私生活は置いといて役者としてはかなり興味をそそると絶賛。あの坂上忍の態度の変わり具合を見る限りではミオンとは一切関わらない方が良いというのは間違ってなさそうですね。よくよく考えると坂上忍に対してのミオンの行動がゾッとするほど恐ろしいというお話でした。坂上忍とミオンの現在の様子は？坂上忍とミオンの話はドラマにできてしまいそうなくらい、後からじわじわとミオンの坂上忍への行動の怖さが伝わってきますね。その後、坂上忍は皆さんご承知のように現在もテレビ番組で活躍中です。一方のミオンは再婚して子宝にも恵まれ、海外生活を送っているようです。ですので現在は何事もないと願いたいですね。笑い。